ヘッドスピードを上げる方法、練習方法ですね、まあ、いろんな、道具を振ってもらいます。やはり、ただクラブ一つね素振りするだけじゃなくて、いろんな長いもの、重いもの、しなるものとかですね、そういうのを振っていくことで体にいろんな感覚が出てきます。まずはこうねクラブ2本こう重ねて、この場合ね、ヘッドがガチャ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 音が鳴らないように振るのがコツです。結構ねガチャガチャ鳴らして振ってる人方いると思うんですけど、そうじゃなくて同調する体の動きを、同調させながらスイングすると、それはガチャガチャ鳴りません。で、続きがこのようにねクラブを逆逆でに重ねる、手元側とグリップがクラブヘッド側が同じ重さになるんですね。そうすることで振りやすくなります。これは結構ラウンド前にこのような振りをするといいと思います。次が長くて重い、クラブというかねバットですね。これはですねあまり重く強く、思いっきり振るというよりはまずはね、ゆったりと大きく振るようなイメージで体をストレッチさせながら、そうすることで、まず体の根元というかね自分の根幹からストレッチかかりますから、体を大きく使うという、手首だけで振ってしまう、まあ手首とかね体全体がこう痛めてしまう、体を痛めてしまうことも怪我してしまうこともあるので、割とゆったりと大きく振るということですね。次がこの細くてねスティック、軽い、とにかく軽いもんです。これをね、まあ早く振るんです。これを早く振ることで自分のスピード感、どれだけ早く振れるか、これがヘッドスピードを上げる、このぐらい早く振れるんだと体に覚え込ませる練習になりますね。続きましてこのワンスピードですね、しなる、この練習器具です。シャフトがしなりますんで切り返し、しなりのタイミングを理解しながら思いっきり振ると、そうすればスイングのタイミングですね、下半身のリードのここのタイミング、ここのしなりのタイミングを、きっちりと理解することができます。そして、この本当に柔らかい、まあねない方はねバスタオルなんかで先を結び目を作ってね振ってくるといいと思います。このように柔らかく切り返しできないと顔に本当ね当たるぐらい危険です。こうね手、こういう風に手だけで振ってしまうとね、体全体使って切り返す、柔らかいものを振ると下半身リード、シャフトのしなり、切り返しのイメージが、きっちりと理解することができるので、まあ、そこからね最後に自分のドライバーを使うと、そして最後に、自分のドライバーを使って、振ってもらうと、そうすれば今まで長いものとかね重いもの、柔らかいものとか振っていった感覚が、まあ、要は切り返しからホロスルで、感じ取ると、ということでヘッドスピードがどんどん上がってきます。このような練習で素振りをメインにやっていくとヘッドスピード上がると思うのでやってみてください。札幌のゴルフスクール原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日夜9時にアップしております。最新動画見逃したくない方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。